はい、どうも皆さんこんにちは。今日は一人ビブリオバトルユングの生涯、これ第3回をお送りします。ユングの生涯はですね、河合駿さんが書いています。1978年にレーグルス文庫から出ている本でございます。第1回第2回に、引き続きですね、第3回ということでずっとですねユングのことを語ってきたんですけれども、ユングというその精神分析家といいますかですね、そのある種のこの精神医療というか精神治療の祖であるフロイトの直弟子で、そして、一つの体系というかある種の方法論を打ち立てた、心理療法家の大家で、著者の河合駿さんは、そのユングの方法論を持って、日本にねユングを紹介した方ですよね。で、ユングといえばということで言えると、集合的無意識って有名ですね。集合的無意識っていうのは、あと共時性とかね、例えばなんか今日そうだな、最近で言うとね、例えばさ、あるんですよ、その、ある、人のことを考えていたら、その人に、会ったとかね、その日にその人とたまたま街で、出会ったとかですね、そういうことってあるじゃないですか。で、そういうのを共時性とユングは言ったんですよね。で、あとそのね、親しい人とちょうど同じ時間に同じことを考えていたとか、それも共時性って言った。で、なんで共時性っていうのが起こるかというと、人間にはそのね、集合的無意識っていうのがあって、その人類をこう包み込むようなその無意識の世界があって、そこがつながってるからなんだよみたいなこと言った。だからそれはちょっとね、スピリチュアルなね、ニュアンスがあるから、すごくユングのことを嫌う人たちはその部分を持って、やっぱりユングっていうのはオカルトの類に近いんだって言って批判する人もいます、実際ね。で、ただ僕はそのそれがいわゆるその西洋でいうところの科学からは外れてるのは間違いないし、確かにオカルト的だなというのも否めないと思うし、だけれどもやっぱね、その人間の合理性では説明のできない真実っていうものをどうにか説明しようとしたっていうところに、僕はユングの偉さがあると思うんですよね。で、その、合理性では説明できないものの現実を認めていくっていう姿勢を、なんでユングが持つことが逆にできたのかっていうことを考えたときに、それは彼がやはりですね、その牧師の息子であって、その西洋が象徴するところの、いわゆるそのキリスト教世界、制度としてのキリスト教世界みたいなものに、お父さんが牧師でしたから、そういう権威にね、歯向かっていく。そしてそういうものを離れたところで神に出会いたいという彼の気持ちが、彼を導いたのが実はね、東洋思想なんですね。だからその東洋というのはですね、やっぱり合理性では説明できないものというものにすごく重きを置く世界だというのは皆さんも納得していただけると思うんですよ。で、ユングはですね、本当に実際に東洋に行って東洋のことを学んでいるんですよ。その影響がユングの曼荼羅ということに現れているんだけれども、それがですね、東洋と西洋が出会うという意味でユングはすごく重要なね、思想的な西洋における思想的な意味を持っているんですよね。ちょっと引用しますね。ユングに曼荼羅や駅、これ駅っていうのは駅なんていうの、太陽の下にこうね垂れがある液性革命の液ですね。で、曼荼羅液を紹介したヴィルヘルムは中国に宣教師として渡ったが、結局誰一人洗礼を受けず中国人になって帰ってきた。そして西洋社会で再び西洋化されていくが、ユングは単なる同化は葛藤を無意識の領域に追いやり、それは命を奪うほどのものになるということを見抜いていた。ヴィルヘルムはユングによれば、無意識の葛藤が身体を蝕んだ結果、セキリアメーバで世を去ったという。これね、だからヴィルヘルムという人は、これ僕ヴィルヘルムに関してほとんど知識がないんですけれども、とにかくそのユングと接点があって、彼はね、そしてユングにそういう東洋思想というものを紹介した人なんですって。で、中国に宣教師として行ったんだけれども、誰一人にもね洗礼を授けることができなかった。
そして彼はもう中国人になって帰ってきた。つまりその西洋的な考え方よりも東洋的な考え方になって帰ってきたわけですよ、西洋にね。でウィルヘルムはその後に西洋人にまた戻っちゃう。だけれども自分の中の東洋的なるものを抑圧してですね、無意識の領域に押しやって、そして、西洋人になったがゆえに彼は、まあ、命をも失ってしまったというのが、まあ、ユングの見立てなんですよ。なので、自分の中の東洋的なものっていうのを押さえつけることによって西洋人になった。それによって、まあ、彼は命を失っちゃったっていうことがあって、これは例えばだから日本人がね、そのアメリカとかに長く生活される日本人っていますよね。で僕もそういう方を直接間接に何人か存じ上げてるんですけれども、そういう方々に特徴的なことの一つが、もうその人たちの多くはですね、本当にもうね、西洋人になっちゃってるんですよね。で、なんだったら顔つきも変わってて、なんで顔つき変わるかっていうと、その日本語は母音をね、主体とした言語だけれども、英語ってね、子音を主体とした言語なので、あえいうえ、イウエオっていう、それが日本語の大事な母音なんだけれども、西洋の言語ってですね、子音なんですよ。子音が貴重なんですよ。だからですね、顎の使い方がちょっと違うから、その顎の筋肉がね、多分ね、日本人以上にすごくですね、使う部分が多いんです。 TH の発音とか R の発音とか L の発音とか考えてみたらもう分かるように、すごくですね、顎の筋肉の使い方が違うから顔つきも本当に変わってくるんですよね。でその発音も変わるだけじゃなくて、もう考え方も西洋式になっていくから、なんかこのその人は日本語も操れる人が多いから、じゃあ日本語でその人とたとえ話していたとしても、なんか日本人と話してる感じがしないっていう方、時々いらっしゃるんですよね。で、それってある種、そのユングの言うところの、自分の中の日本人性を殺すことによって、無意識の、世界に押しやることによって、自分の西洋人としてのアイデンティティを、ね、獲得していく。それによって、まあ西洋、まあ主にまあアメリカが多いですけれども、アメリカに同化していく。そういう過程っていうのには実はある種の無理がやっぱりねかかってくるから、ちょっとね体にもね負担がかかってくるよと、多分ユングなら言うんでしょうね。でもまあどっかでそういう方々もその自分の中の日本人性と折り合いをうまくつけてる方もいれば、まあ、完全に抑圧しちゃってて、本当にユングの言う通りですね、すごい実は無意識にストレスを抱えてらっしゃる方もいるんじゃないかなと僕はお見受けします。はい。でですね、ユングはそれが分かっていたため、東洋の思想や文化に対して比類のない理解を示すが、それもあくまで西洋人としてのアイデンティティを失わず、西洋人として東洋との葛藤をいかに無意識に、いかに意識的に生きるかを本領としたと。だから、ユングはその東洋のことを研究するんだけども、これを本当にコミットしていってしまうと、自分の存立が危うくなるぞっていうことが本能的に分かったんです。で、まあ、ビルフェルムの死っていうのが身近にあったということもあったけれども、だから彼はあくまで西洋人のとしてのその自我をね保ちながらも、東洋というものに対してまあ傾倒するというか、東洋を学ぶという姿勢を崩さなかった。これ賢い姿勢だと思いますよね。だから僕らもその西洋のことを学ぶ必要は日本人はすごくあってね。で、西洋の思考様式とか、まさに西洋人の靴を履いてものを考えるとかっていうことは、まあ、今グローバル化した社会ですから、特に必要になってくるんだけれども、完全にこう西洋式に考えるようになってしまうと、ちょっとユングの言うところの危ない領域に踏み入れてしまうと。で、実際ね、夏目漱石ってね、留学した後に、まあ、精神を病むんですね。実際その胃潰瘍と言われてるけれども、多分今でいううつ病だったんじゃないかと言われてるんですよね、夏目漱石ってね。だから若くして亡くなっていますよね。だからあれもその東洋と西洋がぶつかったところにある精神の病っていうふうに考えることもできるんじゃないかなと思います。で、続きを読んでいきます。なぜ文化的にも知的にも高い水準を持つ中国人、過去日本人も、これが科学を発達させなかったかをこう分析する。ユングはですね、なんで中国人って頭いいと、日本人も頭いい、数学もできる、でもなんでサイエンスというものを東洋人は西洋人よりも早く発達させることができなかったのか、これがですね、ユングはこう分析するんですね。西洋人は分類、選択、個別化したりするのが得意であったのに対し、中国人はどのようなことも無意味と見える些細なことも、逃さず、全体として事象を捉えようとしたのであると。で、そのような態度は偶然を偶然として捨て去ることなく、それはそれとして意味あるものとして受け入れる態度につながり、そこにユングの強調する非因果的関連の原理としての共時性ということが浮かび上がってくると。
はい、これ面白いですよね。まあ、これをね、もうまさにテーマとした本が、木を見る西洋人、森を見る、東洋人という、リチャード・ニズベットというですね、コロンビア大学かなんかの教授が書いた本がありまして、それめちゃくちゃ面白い本なんですけれども、これ、ここで言われてることはまさにそのね、ニズベットの理論と同じで、なんでその東洋人は、頭の良さでは、IQ の高さでは、別に西洋人にね、劣ってることなんて一つもないのにも、かかわらず、なぜそのね、西洋が先に産業革命を起こし、また科学革命ですね、これを起こして、ね、豊かになっていたのに東洋人はそれに出遅れたんだろうかということを考えた場合、それは何かというと、西洋人というのはですね、分類が得意なんですよ。そして選択とか個別化するのが得意なんですよ。だけれども東洋人というのはですね、全体を捉えるのが得意なんですよ。これ日本人にも言えることなんですよ。で、全体を捉えようとするとですね、無意味と見える些細なことも見逃さず、それを全体として事象として捉えようとした。で、偶然を偶然として捨て去ることなく、それはそれとして意味のあるものとして受け入れる態度につながると。つまり、西洋のね、思考スタイルってね、分析的ってアナリティクスって言うんですけれども、分析的思考様式ってよく言われるんですね。これ何かっていうと、世界をどん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 切り分けていく態度なんですよ。これ何かで、人体で言えばさ、西洋の人の人体の見方ってですね、西洋の思考様式ってこうなるんですよ。人体っていうのは何に分かれるかというと、皮下式と皮膚と、骨と筋肉と神経と関節に分けると。で、それらはオーガンっていうね、つまり組織というものになると、ね、臓器になると。で、その次に、ね、臓器をさらに切り分けるとティッシューになると。それ何かというと、まあ、肺だったら肺胞とかですね、そういう肺繊維とかですね、そういうものになるし、腎臓だったら腎盂とかですね、そういうネフロンとかですね、そういう組織ティッシューになっていくと。で、ティッシューをさらに分けるとセルになると。これ細胞ですよね、細胞になってくる。細胞をさらに分けると細胞内オーガンがあると、細胞内臓器があると、ミトコンドリアとかですね、そういうものになっていくと。で、ミトコンドリアをさらに分けていくと何かというと、タンパク質とアミノ酸になると。で、アミノ酸をさらに分けていくと分子になると。で、分子をさらに分けると原子になる。原子をさらに分けると陽子と中性子になるという形で、どん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 ですね、物事をですね、分割していく、世界を分割していくっていうのが西洋人はすごく得意です。だから、神学とかやらせても彼らは組織神学に行くんですよね。つまり聖書っていうものを、その組織、こう構造的に分析すると、救済論っていうのがあって、創造論っていうのがあって、そしてですね、人論っていうのがあって、とかっていう風に論に分けていって、その論をさらに細かく分けていってっていう風になっていくんですよ。だけれども、東洋の人の考え方っていうのは、むしろですね、人体で言えばですね、人体はもう切り分けれないって考えです、ね、人体から一つ臓器を取り出したら、もうそれは元の人体ではないから、もはやそれは何かを語ったことにならないと考えると。だから針治療とかそうじゃないですか。なんかここに刺したらなんで全部が治るのって言ってからって言ったら、なんかわかんないけど全部つながってるはずだからっていう論理なんですよね。これ東洋医学と西洋医学の本当に大きな違いなんですけれども、それがまあその医学にも現れてるわけですよ、その哲学の違いで。だから、東洋人っていうのは包括的にものを見る、そして全体として何かを捉えようとする、だけれども西洋人っていうのは分析的にものを見て全てを分けていくと。ね、この違いにユングは気づいたんですよ。そしてその東洋的なものの中にあるその非因果関連の原理として共時性ということを彼は言ったんですね。だからユングの集合的無意識とか共時性の論理っていうのはですね、東洋思想から出てきてるんですね。でですね、まあ、ああすればこうなるっていうことからの脱却っていうのを多分ですね、ユングは しようとしたんですね。つまり、その西洋を基盤にする近代社会の行き詰まりっていうのは、実は、そのああすればこうなるっていうのを進めていったところ、実はもう行き止まりになっちゃうところがあるんですよね。でもそれを実はブレイクスルーできるのが、こういう非因果関連の原理とかですね、共時性とかですね、そういう話なんですね。で、スティーブ・ジョブズってですね、点と点を結ぶって言ったじゃないですか。それは事前にはわからないって言ったじゃないですか。で、それって何かっていうと、ああすればこうなるじゃないんだよって言ったんですよ。で、スティーブ・ジョブズは皆さんもご存知の通り、東洋思想に傾倒してた人ですよね。ここでつながるんですよ。だから、今のその20世紀のですね、近代が行き詰まってるっていうのは、ああすればこうなるっていうリズムで全てをやっていたときに、必ず人はですね、なんていうかな、行き止まりに当たるんですよ。
ね、デッドエンドになるんですよ。で、デッドエンドを超えていくには、やっぱりですね、東洋的な知恵が必要で、それは非因果関連。因果的な関係はどう考えてもないんだけども、それを全体として捉えたときに何か意味が浮かび上がってくるというようなアプローチが必要になってくる。またですね、ユングは、その西洋というのは不正原理だって言ったんですね。因果律に基づいて思考し、切断し、選択し、分類する。これが、不正原理なんだって言ったんですよ。で、対する東洋には何があるかというと、母性原理があるって言ったんですね。それは何かというと、すべてのものを取捨選択することなく全体として受け入れるのが母性原理なんだ。東洋というのは母性的で、西洋というのは不正的なんだっていうのをユングは言った。これはですね、まあ、川原隼さんがですね、母系社会、日本の、なんとか、日本の真相だったかなっていう本で、詳しく語っています。興味のある方はそちらも読んでみていただけたら面白いんじゃないかなと思います。で、ユングのその共時性とか集合的無意識と、もう一つの大事な大事なキーワードが全体性というのがキーワードになるんですね。その部分を、まあね、引用しますね。ユングは正統的なキリスト教の三位一体説、父と子と聖霊の三位格に対して、第四のもの、つまり悪、肉、女によって表されるものを付け加えることによって、全体性至ることができると主張すると。もちろんこの全体性は危険と逆説に満ちている。で、河合さんはこういうふうにエピローグで書いてるんですね。完全性は欠点を排除することによって達成されると考えられるが、全体性はむしろ欠点を受け入れることによってそこに生じる統合を目標としようとする。この際、完全性は多くの人にとって共通の目標を提供するが、全体性の方はある個人がその影の部分を受け入れることによって達成されるものであるために、そこには各人の個性が強く関係してきて、万人共通の目標やモデルを与えてはくれないっていうふうに、まあ、河合隼さんがですね、ユングの全体性のことをエピローグで書いています。で、まあ、この部分が、まあ、この本で一番僕はね、感銘を受けたし重要な部分だと思います。でね、ユングはね、なんとですね、四位一体って言ったんですよ。まあ、これはだからね、まあ、皆さんもご想像の通り、これをラジオかなんかでユングが初めて言った時に、もうね、キリスト教社会からはもう完全にですね、もうブラックリストに載っちゃってだからもうキリスト教社会からもう受け入れられない言説にレッテル貼られちゃったんですよ、ユングはね。これ四位一体っていうことを言ったことによってね。で、まあ、僕はだからそのレッテル貼った人の肩は全然持たないです。なんかそういう教条主義ってちょっと違うと思うし。で、ユングってなんか軽はずみで言ったんじゃなくて、本当に人生の、そのね、迫力ある、なんていうか、その人生の重みの中から言ってるから。だから、それで、本当に多くの批判を受けて、ユングはラジオでこう言ったんですって。めっちゃくちゃ批判されたんですよ、それを。四位一体のことね。そしたら、それは、わかったと。だけど、私は批判してるあなたたちよりも神のことを知ってるって言ったんですよ。ユングは自信があったんですよね。で、その四位一体って何か、三位一体の教理を否定するとかそういう話じゃなくて、何を言ったかというと、僕なりにね、解釈というか、まあ、ユングの代弁をするとどういうことかというと、キリスト教の三位一体ってですね、父子聖霊じゃないですか。ね、そこに、人間、いわゆるその、まあ、父子聖霊、まあ、深い意味では、これだから遠藤周作とかにも通じるんだけどね。遠藤周作も、やっぱり、ね、教会から排除されたじゃないですか。それなんでかっていうと、神の母性っていうことを言ったからですよ。でも伝統的なキリスト教では神は父なんだと。ね。でもそれってマッチョイズムですよね。でも神学的に性格を期するなら、神は男性でも女性でもないはずだからね。実は、遠藤に部があるんですよ。だけれども、やっぱり伝統的なキリスト教観っていうのは、父なる神っていうのをすごく、男性である神っていうのをすごく強調してきたから、それに矛盾する発言をした遠藤周作の神の母性っていうことは、まあ、嫌われた。でも今はカトリックの方が遠藤に歩み寄ってるんですけどね。でも、とにかくその三位一体、キリスト教がずっと言ってきたところの三位一体、父子聖霊ということの中に、ユングは実は人間性の中にあるすごく欠けた部分があると。それが言い表せてないものが実はあって、それが、つまりその西洋キリスト教のその三位一体を受け入れて、その世界観の中でどんどん自分を押し込もうとしていくと、はみ出ちゃうものがあると。で、そのはみ出ちゃうものっていうのは、さっきの言うところの無意識の世界に抑圧することになっちゃうと。で、その抑圧されてるものって何なのって言ったら、肉とか悪とか女性性だっていうんですよ。
で、こういったものを抑圧することによって、なんか清いキリスト教、完璧なキリスト教像を言ってるけども、でもそれって人間性というもののある部分を切り捨てることによって、完成させてる完全な、なんていうのか、イマジナリーな世界であって、でも人間の現実には肉とか悪とか女とかってあるよねと。で、第1回で言いましたけれども、それは、ナンバー2の人格、つまりそこの中にこそ、その人の創造性であったりとかですね、クリエイティビティですね、そして芸術性とかっていうのが含まれてるから、そういうものって切り捨てちゃダメで、むしろそういうものも統合していかなきゃいけない。そういうものもその全体性の中に、位置づけていかなきゃいけない。そういうものを包摂していかなきゃいけないっていうことをユングは言いたかったんだと思うんですよ。そしてそれは必ずしも神の御心に反するものではなくて、神様という方はそういうような全体性をこそむしろ我々に望んでいるんじゃないのってユングは提案したかったんだと僕は思っていて、で僕はそのユングの提案にすごくですね納得するし、僕も同意します。で実際にですね、僕自身がその精神疾患ですね、そのうつ病を患った時に救いに、ユングが一番救いになったっていうのはこの部分で、なぜならばそのいわゆる三位一体的なキリスト教世界的な完全性というのは、その病気って悪いもの、治すべきもの、そして、闇あるよ、っていう風に考えるじゃないですか。病気という闇から健康という光へって考えるじゃないですか。でもそれこそが、その世界観こそが僕を病気に追いやっていたんだっていうことが僕は途中から分かるようになったんですね。むしろこの病気っていうのが欠点かもしれない、人から見たら欠点かもしれない、だけれどもこれこそが僕の全体性の中の宝であって、これを抱きしめてその病気を去らないでくれと、病気は俺の友達なんだと、ね、病気は光とか闇とかそういう価値判断をするのは勝手なその西洋世界の完全性の世界観からであって、それを一回捨てた時に、この病気というものも含めて自分の人生は作品だし、自分の個性は作品だし、病気というものも何だったら自分の個性の一部だし、そしてそれこそが自分の全体としての自分というものなんだっていうことを、まあユングが言ってくれたように僕は思ったんですね。でその時から病気って本当に逆説的なんだけれども、うつ病は、どんどん解放に向かっていったんです、僕の場合はね。だから、ユングが提案したことというのはすごく大事で、その西洋キリスト教社会が、ね、生んだ近代、そして科学という世界観が、なんていうかな、病気であったり弱さであったりとかですね、まあ、障害を持っている方だったら障害であったりとか、またね、暗い過去とかですね、誰かと生き別れた方もいらっしゃるかもしれない、死というものもそうかもしれない、ね、性同一障害を持っている方もいらっしゃるかもしれない、そういう方ですね、そういう方にとってのそういうものっていうのは、キリスト教世界観っていうか、そのいわゆる、ユングが批判するような三位一体の完全なキリスト教世界観、に立つならば、そういったものはもう排除すべき邪魔者でしかなくなるんですよ。でもですね、ユングが提唱する全体性というですね、完全性に対する全体性という、世界観を受け入れるなら、完全性という世界観を一回捨てて全体性という世界観を受け入れるなら、それはまさに東洋にヒントがあったんですけれども、それを受け入れるときに病気とかですね、そういう欠陥とか障害とか恥とか失敗とか挫折とかですね、そういったものっていうのはあなたの人生という全体としての作品を完成させるためになくてはならない、そういうパーツなんだ、そういう、出来事なんだ、そういう要素なんだってことを肯定することができるんですよね、初めてね。でそれこそが僕にとっては本当に救いになったし、だからそれがまあやっぱユングの心理学を他の心理学と分けるもの、ユングの心理学のやっぱり違いはそこなんですよね。でそれを僕は本当に、そこにまあ魅力を感じるし、僕自身もそれによって救われたしということがあってね、そしてそれによって僕自身のその信仰のあり方も本当に変わりましたね。だからその信仰に対して不信仰をね、対峙して不信仰を排除することによって信仰とするっていうような、これって完全性の世界観じゃないですか。でもその不信仰すらもですね、その、信仰者の人生という作品には必要だったりするとかっていう風になると、また違った風景が見えてくるんですよね。だからこういう考え方にはすごくですね、完全性の中ですごく囚われている人にとっては脅威としか映る
らないと思うし、すごくこういうことを言うと怒る人もいるしね、怒り出す人もいるんですよ。でもその怒りって多分ね、不安の投影なんですよね。その人自身が完全性の中で本当に生きていけるんだろうかっていう不安を抱えていると思うんですよね。で、現代人というのはそういう不安を抱えた方がいっぱいいらっしゃるから、だからユングの考え方っていうのはすごくですね、現代にある種の救いをもたらす、ヒントをもたらす、そしてこの先もっと深い領域で神を知るという意味において、ユングっていうのは一つの補助線を与えてくれる、すごくですね、重要な思想家なんじゃないかなと僕は思っています。はい、ということで、ユングに関してはもういっぱい他にもね、語りたいことがあるんですよ。エラノックス会議っていうですね、東洋と西洋が出会うね、そういう会議今も行われてて、河合隼さんも出席したしですね、本当にですね、ユングに関してはまだまだ語れることがあるんですが、今日はですね、今回3回にわたってユングの思想というものについて、河合隼さんの助けを借りながら、皆さんにご紹介したという形でございます。この考え方っていうのは実は皆さんの仕事とかですね、勉強とか人生とかにもすごく役に立つ、考え方だと思いますので、もっと知りたいよという方は、河合隼さんの著作であったりとか、ユングの著作に当たってみていただけたら、もっと面白いことが分かっていくんじゃないかと思います。というわけで最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。